3曲続けてお届けしましたけど、我々、ローファイという、5人組のバンドです。今日はどうもよろしくお願いいたします。三重県に3人住んでまして、奈良県1人で、僕は大阪で、バラバラなとこからですね、まあ、いろんなつながりで、知り合って、で個々人は古い付き合い のメンバーもいるんですけど、このバンドになってからは3年か、まあ、本番で言うたら3年目ぐらいで、先ほど紹介にもあった通り、琵琶湖は2回目の出演ということになりました。まあ聞いていただいた通り、割と古めのフュージョンというかクロスオーバーあたりから選曲して、やってまして、今やった3曲も、まあ、割ともう何十年、20年、30年前の曲にはなってくるんですけれども、最近フュージョンが少ないんで、こういうバンドさん増えたらいいなと思ってます。もしおられたら声かけてください。友達になりましょう。時間も時間ですんで、後半、次2曲続けて、お届けします。よろしくお願いします。Thank you.
違う進行でやってますけど、ヒヤヒヤですね。もうベトベトやシャツ。まあ今日、昨日もそうだったようですけど、あの琵琶湖いいお天気で、あの今日もこういう気持ちいい環境で、しかもあの京銀さんのしっかりしたステージでやらせていただいて、本当に。
ます。ありがたく思ってます。あと、朝早くから、出てきておられるスタッフの皆さん、委員会の皆さん、ボランティアの皆さん、本当にお疲れ様です。ありがとうございます。皆さんのおかげで、今年も演奏することができました。またできたら、こういった環境で、出る側としてはやらせていただきたいので、T シャツその他の、協力金になっていく物販ですかね、物品、観客の皆さんももしよろしければちょっと目にしていただいて、購入していただければありがたいということですので、その点も合わせてお願いしておきます。よろしくお願いいたします。じゃあもう最後の曲になるので、その前にメンバー紹介をしておきます。右手から、ドラムス藤森豊です。で、ベースは田村浩一です。で、前サックスが佐藤大です。で、キーボードが林博之です。林さんが来るといつも電車の来るというで、僕最後になりました、リタの福間と言います。よろしくお願いします。そしたらちょうどいい時間になりましたので、最後の1曲、ちょっと軽快な1曲やって、終了したいと思います。ローファイでした。どうもありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。